めちゃくちゃ嫌味ですねこれで。<laughs> はい、えー、こんにちは岡田です、えー。今日もナロノ探知やってきました。こんばんは。こんばんは。はい、今日もあの女性の言葉にある本音教えてください。はい、えー。今日はこのシリーズ実は最後になりますね。早い最後なんですね。<ー>早いですよ。<う>はい、きますね。はい。うん、マイペースな人ですね。<laughs> マイペースですね。<laughs> めちゃくちゃ嫌味ですねこれで。<laughs> めっちゃ嫌味ですね。<laughs> マイペースって褒め言葉じゃないですよね。いやマイペースってあ <laughs> 人に言ったら悪口だよね。嫌味ですよね。嫌味ですね。<laughs> 褒めてる時使わないもんな。使わない使わない。<laughs> マイペース。これ言い方変えて褒め言葉風で伝えてるパターンも結構あるよね。はい、うーん なんとか君みたいにいいな、なんとか君みたいになりたい、人の顔色とか気にせず、いいそれでもまだまだ嫌味ファックスですけどね。嫌味ファックス。<laughs> 何にも考えてなさそうとかって言われてるのと一緒ですね。一緒ですね <laughs>、まあ。どうせお前はこの言葉から何かを察することもできねえだろって思われてますもんね。ひどい。 いや、でもこれはマジで注意喚起ですよね、もうそうですね、マイペースな人うん、マイペースだなうん。まあ <laughs>、ま、まだその言い方マイペースだ、マイペースだなって言ってくれる人はまだいい人だよねはいわかりやすく言ってくれる人はねはいはいだか女の人褒めつつ言ってくるからなそれがわかりにくいんですかねなんかでも女性あるあるで、サンドイッチするんですよ、うん、いいこと言って、本音ばんって言って、最後にフォローの一言みたいなうわぁ、こ <laughs> わ <laughs> それに惑わされる人多いですよね。うんうん、ああ、なるほどね。うーん。確かにいいとこだけかる、ね。悪い部分は悪い部分なんですよ。それをオブラードでいいことで挟んでるんですよ。だからいいこと、悪いことみたいなこと言われたときは悪いことだけを受け取ればいいんだね。<laughs> そうですね。シーンは悪い方にありますね。そうだね。いいじゃないと余計なことは言わないもんね。う,うん。確かに。<laughs> うん わざわざ言いにくいことをいいことで挟んでる感じです。マイペースでいいねとかも、でもこれ、ポロっと出ちゃう系ですよね、きっと。積み重なって積み重なって。<laughs> 確かに,確かに <laughs> 結構最後のね、一言かもしれないです。この数日後とかにはちょっと別れたいとか。うん、あもうそれぐらい深刻。はいはい、なるほどね。もう距離を置きたい。もう最後通告だ。うん 割と割とね別れようの手前の気がしますね。マイペースでいいね。結構待たせてるかもしれないです。これこれ矢口に10回ぐらい言ってますけど伝わらないんですよね。マイペースでいいねって <laughs>。お前みたいになりたいわ。っつって,言ってんすけど、ね。あのいや、もう分かってるくせに聞こえないふりしますね。ああって <laughs>。 山口さんっぽい。ぽいでしょもうバレバレなのに。全然何も聞こえませんみたいな。しますよねいやでも、うん、付き合ってるカップルだったら、この一言来たら。うん。は、ちょっと待たせすぎてるかもなっていう。ホットマイペースだよね。あ、あ、でも確かに言う、女の人言うかも。うん。結構。言ってきてる方だと思います。これは。ホットマイペースだよねって言って。うん。 いや、俺、そうなんだよね。うん、昔からって言ったら、もう終わりだね。うん、なんか、これで動くかなって期待の一言も。あるかもしれないです、ねうんうん。あるからね。むしろ、嬉しそう。いや、俺、そうなんだよね。<laughs> よく言われるって言ったら、もう終わりだね、これ。もうだめだこりゃみたいな。<laughs> 次、探し始めますね。だ <laughs> めだこりゃみたいな。あ,あ、だめだ、だめだみたいな。マイペースな人が許される人って。うん。 その人のペースに合わせたら大抵いいことが起きる時の場合だけだと思うんですよね。確かになんかマイペースっていうか<ー>冷静に状況をそう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 リーダー的なね、うん、リズム作れる人っていうかはい、はいはい、周り見えてる人そう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 ,うん、うん、そういう人はそのなんでしょうペースメーカーじゃないですかある意味はいはいそれといつでもいつでも我関節 いいつでもも自分がしたいよううにのは違うもんね、うんうん、相手はずっと待っててくれるって思ってるか、うんうん、いやこうなったらこういうふうに動いとかないとなって思えてるかそのなんでしょうそれでも付き合ってくれる人としか付き合えなくなりますね <laughs> 確かにね確かに、うん、同じペースの人ですねそう同じそれで我慢してくれる人たち、うん、確かに うん、我慢なんですよね。我慢ですよね、うん。我慢させてますよね。うんうん、でもやっぱり、モテる人たちは我慢しないじゃないですか。しない。だって次にもうまってっちゃいますもん、ね、こいつと我慢するぐらいだったらってなるから。<laughs> うん、待たないですよね、やっぱり。そうね。マイペースな生き方なんて、じじばばになっていくらでもできるわけだから。確かに。確かに。ああいうはね、もうちょっと相手思いに。うん 相手にも合わせる。うん、そうすると、相手も合わせてくれますからね。確かに、ね、なんか、あの待ち,待ち方に対する不安も消えますよね。ちょっとでも変わってくれたら、確かに、確かに、うんうん、意味メリ、メリットっていうか、待った意味があるもんね。はい、わ、はあ、かりました。これ、矢口に十回ぐらい聞かせます。<laughs> うん <laughs> 聞え <laughs> ないふりされるな <laughs> <laughs> そ。またね、あーって言われる。はいはい。ではまた次回から新シリーズが始まりますので。ええ、楽しみにしていてください。はい。まだ決めておりません。<laughs> <laughs> 未定です。<laughs> はい。ではありがとうございました。さようなら、バイバ,イ,バ,イ,バイ。ありがとうございました。失礼します。ご視聴。 ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。